希望利用センターのライフサイエンス分野の宇宙実験の担当をしております東端の方からご紹介させていただきますでまずあの希望の概要について簡単に触れさせていただきますが宇宙ステーションは大体サッカー場の大きさぐらいというふうに考えられていますが実際に日本のモジュールはですね ステーションの前方の,この赤い枠に囲まれた部分の、えー、になります。で、ライフサイエンス系の実験が行われるのは、えー、クルーが滞在するこの船内実験室ですね、そこで行われる実験がほとんどです。で、主に、えー、ライフサイエンス系の実験につきましては、 車上で準備したものをすぐに打ち上げて、すぐに実験を開始したいということで、主に輸送手段としては、アメリカのスペース X を用いることが、最近では多くなっています。で、まずですね、最初に、希望に設置されています、利用可能な実験装置の紹介からさせていただきます。 で詳しくは利用ハンドブックの方をご参照いただきたいと思いますけれども、まず、我々の分野の実験でよく使われているのが、1つ目は細胞培養装置になります。でこれは、えーまあ、地上の実験室で言いますと、炭酸ガスインキュベーターにあたる部分ですけれども、後ほど写真を用いながらご説明いたしますけれども、 微小重力区と人工重力区を持ったインキュベーターですで、2019年からエリアを拡大した細胞培養装置追加実験エリアというものも稼働していますで、その他にですねこの細胞培養装置とともに用いる生物実験ユニットこれはあの実際に実験の資料を入れる部分に当たるんですけども その実験資料をこの生物実験ユニットに入れて、細胞培養装置の方に入れ込むということになりますで。その他ですね、多目的実験ラックといって、研究者の方々が開発したような装置がある場合は、こちらに設置して使用することが可能ですで。その他に、受動積算型の放射線のディテクターであるパドレス その他、またこれも後ほど紹介しますけれども、ライブイメージングシステムといたしまして、強小点レーザー顕微鏡を準備しています。で、その他、微小重力の計測装置等々がございます。 で下に注意書きとして書いてあるんですけれども、以前は水生生物実験装置というのがございまして、長期の水生生物の実験を行ったことがありますが、現在は短期飼育用の実験しかできないという形になっています。で、これがあの希望の船内をふ、えー、俯瞰した絵なんですけれども。 ライフ系の実験の装置、先ほど申し上げた細胞培養装置はです、ね、この希望船内の細胞ラックというところに取り付けられております、でその他あのライフ系の実験装置以外の物理化系の実験装置も、このようにラックタイプで希望船内に搭載されております。 で主にライフサイエンス系で使うラックはです、ね、この細胞ラックと多目的ラックと言われているところに顕微鏡を設置するなどして利用することが多くなっています。で、そのほかにですね、えー、少し小型なものもございますけれども、えー、例えば高解像度のカメラでありますとか、ポータブルの冷蔵庫。 あとはあ冷凍冷蔵のための冷凍冷蔵庫ですね、そのようなものも設置されております。で、ここで、えー、まず一つ目ご紹介するのは、細胞培養装置なんですけれども、えー、こちら、あ上下、えー、2つのコンパートメントから構成されておりまして、 上の方がマイクロジーク、微小重力の環境で実験を行う部分です。で、下の部分がですね、この丸い部分がターンテーブルになっていまして、人工的に重力を発生させることができる仕掛けになっています。で、この右側の写真の方にですね、実際に実験を。 する我々の間では実験教師隊という呼び方をしていますがそれぞれの実験をこのようなボックスに収めた形でインキュベーターの方に取り付けるという形にしておりますでこのそれぞれの実験教師隊といわれる部分はですねそれぞれの実験のデザインに合わせて細胞培養用であったりとか 植物実験に適したようなユニットをそれぞれ準備しております現在のところ4種類ございまして細胞培養用植物用あとは中をご自身で自由にデザインできるような形の MEU というフリーのスペースを持ったものもありますそれにカメラを搭載したもの計4つ準備してございます でまたもう少し、えー、細かいレベルの器具類についてお話ししますがここに今お見せしている写真の器具ですけどもまずは宇宙に特化した細胞培養の容器になりますでここにあのディスポーザブルカルチャーチャンバーとありますが使い捨てのプラスチックディッシュになっておりますが 宇宙空間ではですね、液体をオープンの経営で使うことができませんので、このようなクローズのタイプで設計をしております。まあ右側の写真の方はですね、実際に細胞培養用の培地を注入しているところになりますが、このように地上で注射器を用いて中に細胞を 化取したり、えー、培養液を注入したりという形で、えー、地上の準備を行っていきますでこのように準備したものをですね束ねた形で、えー、金属のケージに入れてで、えー、右側のアネロパックとありますけれども炭酸ガスを発生させる、えー、パウチと同梱してですね、えー、軌道上、希望の方に輸送して実験を行うことになります で最終的にこのケージとアネロパック一緒になったものが宇宙に行って MEU の方に入って細胞培養装置の中で実験が行われるという流れになります。 でまた、このディッシュを用いた細胞培養実験なんですけれども、当然ながら培養液の交換でありますとか、固定液での処理などを必要になってくるわけですが、これも地上とは異なってです、ね、ピペット等々を使うことができませんので、このような特殊な器具を使って行うことになります。 これまでですね手動型の媒置交換器具というものを準備しておりましたが実際にそれを使っている様子がこの上の写真になりますで現在はですね半自動化したものを準備しておりまして電池駆動ということで飛行士がボタンを押すだけで液の交換ができるような仕掛けを準備しております。 そのほかにです、ね、植物の実験では、えー、その専用の器具を用意していましてこちらに示しているのは植物の生育容器ですね先ほどお見せした MEU と同じような大きさなんですけども植物用に LED でありますとかカメラを搭載しておりますで実際にこのカメラで 撮影した植物の生育の様子がこちらになりますが、えー、この植物生育容器の中で、えー、これはアラビドプシスを生育させていますが、このような撮像が可能となります。えー、次にですね、えー、今あ、ちょうどこの,この今年度、軌道上に打ち上げられた共助手ネーザー顕微鏡のご紹介をします。 これはですね、これまで JAXA の方では、蛍光顕微鏡を希望の中で使用してきましたが、もう少し高性能なものということで、強焦点レーザー顕微鏡を準備しました、でスペックとしてはですね、光学系は統律顕微鏡で、民生品を使っております。 でライカマイクロシステムズの DMI8 という光学系を軸にです、ね、オートフォーカスの機能をつけております。でまた、強焦点のユニットの方ですが、これは横川電気の製品を宇宙向けに改良して、手を入れてです、ね、ニポ方ディスク方式のものを搭載しております。 でまたあの、搭載しているレーザーの数は3本、えー、ございまして、レーザーユニットとしては445、488、561ナノメーターの3種類のレーザーを搭載しております。で詳細についてはです、ねあの、ここに示してありますホームページの方で、えー、記載させていただいておりますので、えー、そちらの方をご覧いただければと思います。 で実際にこのコズミック強狭小天レーザー顕微鏡の運用のイメージなんですけれども、えー、先ほどご紹介しましたあ細胞培養装置で培養したあ細胞ですね、あのディッシュに入った細胞のディッシュをですねこちらのコズミックの方に、来るによって、えー、ディッシュを移動させて観察することになります。で実際に、えー、観察範囲でありますとか、えー 細かな顕微鏡の動作については、つくば宇宙センターの方からコマンドを送ることによって、地上から操作することになります。で、観察した資料については、これはあの提案いただいた実験の内容によりますが、イメージングだけであれば、そのまま資料は廃棄することになりますし、 地上に戻して遺伝子解析やさらに細かいイメージング等を行う場合は、資料を固定して下ろしてくるということになりますで。こちらはですね、コズミックの前代の顕微鏡になりますが、蛍光顕微鏡が今でも稼働しています。でこれははの機能は持っておらず 普通の、えー、の落蛍光顕微鏡ということになりますでこれまであの左下に示してありますが、えー、魚類の観察によく用いられたものでございます実際がですねこれあの希望の船内のお顕微鏡の運用のお様子をお写真で、えー、収めたものですけども、えー、ここのお宇宙飛行士の隣にある部分があ蛍光顕微鏡 でございますでその周りにですね先ほどあの俯瞰図でお見せしましたラックのに収められた実験装置があこのように、えー、所狭しと並んでいるというような形になります。で、えー、これは補足なんですけども現在、えー、水性装置というのは以前、えー、希望内に搭載されていましたけども現在ではこのような簡易型なあ を運ぶような器具だけが残っているという形で、これを使ってできる実,実験を考えていただけるようであれば、当然ながらこれも使用できるということになります。で、これまでですね、宇宙実験で、うん、まあ実験資料として宇宙に滞在した生物、ここに並べていますが、もう小さいところではバイオ細胞のレベルから、 大きいところでは人対象とした実験まで幅広く行われていますで、今私が紹介している範疇についてはですね、えー、おそらくま魚類や両生類のあたりまでが今ご紹介したハードウェアで実験が可能であろうというふうに考えられています でえー、植物の方はですね、えーまあ、実験でよく用いられますシロイズナ、白いナズナでありますとか、イネですね、あるいはきゅうり、さまざまなものが用いられてき、えー、ています。で、今回、あのフィージビリティスタディをご提案いただくにあたってです、ねえーえーまあ、ヒントになればということで、ちょっとここにあの3項目並べさせていただいてますけれども。 えーとまあ、宇宙を使ったあ生命科学を行う意義としてです、ね、でわれわれとしてはこの3点考えています。で将来、有人宇宙探査でありますとか、まあ、さらに、えー、新宇宙に向けて、えーまあ、人類の活動領域拡大していくということの中で、ですね、えー、そういう、えー、生命のお環境適応という意味でのお生命科学研究がまず1点と、あとは、 地上では 1G という環境の中でマスクされている部分があるのではないかというところで、まあ、そういうマスクされている部分を明らかにしていくための生物学いわゆる生物の普遍性という意味での探,査探求ですねそれが2つ目あとは、まあ、最後3番目としてはですね 地球上ではなかなか実現できないような無重力を効率よく使った実験のデザイン、いわゆる宇宙環境をツールとして活用していくというようなところを3点挙げさせていただいています。 でえー、実際に宇宙実験を組み立てるときにです、ねえー、考慮していただければと思うのが、えー、まずは誰にでもできる実験系を考えていただくというのがあいいのかなというふうに思っています、えー、やはりです、ね、複雑な実験系にすればするほど失敗が多くなるということがありますし あとは実験する、実験を担当するものの制限がございまして、宇宙飛行士が担当することになりますので、そういう意味ではスペシャリストというわけではないというところもありますので、その点を考慮した実験デザインが必要であろうというふうに思います。あとは飛行士の手をななるべくかけない よううううなデザインがいいいだろうというふうに考えますそういう意味では、まあ、自動化したようなデザインを、えー、取り入れていくというのが必要かと思います。で、えー、あとはですね、えー、ちょっと細かいことになるんですけども、えー、当然ながら重力がない環境になりますので、えー、液体を用いる実験においてはですね気泡をうまくコントロールすることが必要になってきますので この点考慮いただきたいと思います。で、えー、当然ながら先ほど申し上げたように、DC やピペットなどが持ち入れ、持ちることができませんので、そこら辺の考慮が必要だということですね。あとは安全性に配慮するような封入を担保する、あとは固定や保存方法なども工夫が必要になっています。 でえー、宇宙実験、えー、今回、募集してますフィジビリティスタディですけども、その中ではですね、えー、採択されたあとは、あ提案内容をベースに、えー、宇宙実験に向けた実験デザインを検討していきます。で当然ながら、先ほど申し上げたような制約がいろいろございますので、えー、通常のラボワークとは異なる視点での検討が必要になります。この点については、JAXA と提案者の方々と協力して進めていきます。 FGBT スタディの後ですね、えー、そのあとなんですけども、採択時につけられます、付帯事項というのがございますが、そこら辺の解決がどのようにされているかというようなことを評価した上で、フライト準備に入ります。で最後にあの2つほど今、準備中の実験をご紹介しますが、1つはですね、 えー、名古屋大学の曽我部先生の研究グループの実験ですけれども、えー、細胞レベルで、えー、重力の感知の仕組みがどういうふうになっているのかということを明らかにする実験で、先ほどご紹介した狭小点、えー、レーザー顕微鏡を使ったあ細胞内の、えー、動態を調べる実験がございます。こちらについてはホームページに詳細が記載がございますので、えー、ご覧いただければと思います。 最後、スペースオルガノジェネシスは今、JAXA が力を入れていようとしている再生量の関係の研究ですけれども、微小重力がない環境でいわゆるその細胞の成長が3次元的に進んでいくにあたって有利ではないかという観点から、 谷口先生の研究グループと今フライト実験の準備を進めています。こちらもホームページに詳細の記載がございますのでご覧いただければと思います。ありがとうございました。